猫さんたちにとってあまり嬉しくはないであろうこの季節が、今年もまたやってきてしまいました。そう、春休みの季節です。我が家では長期休暇中は実家に帰ることが多いのですが、当然猫さんたちはお留守番。困るのは猫さんたちのご飯ですが、自動給餌器を使ってこの問題を解決しています。詳しくは商品の紹介動画がありますので、そちらをご覧ください。さて、この自動給餌器、カメラがついているので、今回の寄生虫は留守中の猫さんたちのご飯の様子を盗撮してみようと思います。普段は人間の目があるので、文字通り猫をかぶっている気がする猫さんたち。若干1匹全く猫をかぶっていない猫もいるようですね。我々人間がいない間に猫の社会では一体何が起きているのか、今回はその決定的瞬間を映像に収めたいと思います。ちなみにこの給餌器、同時に複数の猫にご飯をあげられないという弱点があります。これに対して私はカリカリをばらまくというダイナミックかつ強引な手段を取ったわけですが、前回は留守中にビニールシートがずれてしまい、床にカリカリをばらまくという大失態を犯してしまいました。いくら床を掃除していたとはいえ、さすがに猫がかわいそうとのコメントをいただきました。私もそう思います。ということで今回はその対策からやっていきたいと思います。自信あったって言ってた。
パパももう一つ。ただいまただいまよいしょただいまん